この動画では、新しいアプリケーションのアクセスパターンをベースに、DynamoDB のデータモデリングを設計する際に、見過ごされがちな事項について説明させていただきます。多くのお客様は、グローバルセカンダリインデックスを作成することを前提に設計いただいているかと思います。グローバルセカンダリインデックスは素晴らしい機能ではあるんですけども、テーブルに数百万のアイテムがある場合でも、コスト観点からスキャンの方が優位となるケースを説明します。この動画はこのような内容で進めます。まず最初にグローバルセカンダリインデックスとスキャンの動作について簡単にご紹介します。その後、AWS プライシングカリキュレーターを使いながら DynamoDB のコスト構成について理解を深めつつ、両者のコスト差について説明していきます。この DynamoDB ナゲッツですが、DynamoDB を利用する上で有用なコンテンツを1動画15分程度というショートな動画でご紹介している学習コンテンツです。短い時間のコンテンツなので、気楽にご覧いただければと思います。では、本編に入らせていただきます。まず、グローバルセカンダリインデックスの動作を説明します。グローバルセカンダリインデックスを使えば、ベーステーブルのパーティションキーとソートキーとは異なるキーを使ってデータを整理できます。この例では、オレンジ色のパーティションキーとソートキーがベーステーブルのものであり、グリーンとピンクがグローバルセカンダリインデックスのものです。グローバルセカンダリインデックスを作成する際には、どの属性を投与するかを選択できます。キーのみ、特定の属性のみ、あるいはベーステーブルの全データを投与することができます。つまり、グローバルセカンダリインデックスによって、異なるキーによる効率的なアクセスでデータが取得できるようになり、新しいアクセスパターンに対応可能となります。非常に素晴らしい機能ではあるんですけども、特に新しいアプリケーションアクセスパターンを構築する際に多くのお客様が忘れがちなのが、グローバルセカンダリインデックスを維持するためにはベーステーブルのデータをコピーする必要があるという点です。全属性を投影する場合はテーブルの完全な複製を作ることになります。つまりストレージサイズが2倍になり、ベーステーブルに書き込む際にはグローバルセカンダリインデックスにも書き込む必要があります。続いて、スキャンオペレーションを実施した時の動作を説明します。スキャンオペレーションを使えば、テーブル内の全ての情報を取得することができます。スキャン API を呼び出すと、DynamoDB はテーブル内の全てのデータを返します。数百万の項目を扱う可能性があるため、DynamoDB の API から返される結果をページ単位で処理する必要があります。そして、アプリケーション側でそれらの結果を取りまとめて、役立つ情報を作り出せます。また、フィルター条件を指定することで、全項目を取得するのではなく、条件に合うデータのみを取得することもできます。ただし、フィルターでデータの絞り込みを行っても、全項目をスキャンした時と同じコストが発生します。スキャン操作の速度を上げるには、API コールにおいて、パラレルワーカーパラメータを指定することができます。これにより、DynamoDB はデータを複数のセグメントに分割し、各ワーカーが一部のデータを並行して取得することができます。数百万の項目を扱う場合、インデックスはほんの一部の要素しか返さないため、なぜグローバルセカンダリインデックスよりスキャンの方がコスト観点で優位なのかと思われるかもしれません。両者の違いをより深く理解するために、具体的な例を見ていきましょう。100万件の項目が存在するテーブルに対して次の操作を行っている場合を例として挙げてみます。1KB のデータを1秒に2回 DynamoDB に書き込み、グローバルセカンダリインデックスを使って1日1回データを読み取ると2000件の項目が返ってくるとします。1ヶ月に換算すると15,208の読み込みキャパシティユニットが必要です。しかし、このインデックスを維持するためには1秒に2回書き込む必要がありますので、1ヶ月で15,012,000書き込みキャパシティユニットが追加で必要になります。これは非常に大きな数字で、多くの人が見落としがちな点になります。一方、スキャンではテーブル内の100万件の全てのデータを読み込み、必要な情報をフィルタリングします。AWS プライスキャリキュレーターを使って両方のアプローチのコストを比較してみましょう。それでは実際の画面を使いながら試算していきます。今回は東京リージョンを前提に試算してみます。DynamoDB の機能をオンデマンドキャパシーに切り替えます。テーブルクラスは標準。データストレージは 1GB。書き込みの量については、先ほどのシナリオに沿って1秒間2回。
読み込みについては1日2000と設定してみます。料金の詳細情報を見てみると、このベーステーブルにかかる合計コストは7.79ドルになります。ここで思い出していただきたいのは、グローバルセカンダリインデックスだとどうなるかという点です。すべての属性を投影する前提で考えると、グローバルセカンダリインデックスで複製されたデータ用に追加で 0.28 ドル、グローバルセカンダリインデックスで発生する書き込み用にさらに 7.5 ドル追加する必要があります。つまり、アプリケーションのアクセスパターンに対応する場合は合計 15.57 ドルになります。続いてスキャンのコストと比較してみましょう。スキャンの場合は書き込みに関してはベーステーブルに対する分のみで済みます。しかし、読み込みはテーブルに100万の項目があり、1日1回スキャンを実行しているだけで、読み込み数は1日あたり100万になります。また、1ヶ月を30日とした場合、毎月3000万の読み込み回数になります。そちらで試算してみます。そうすると合計で 12.06 ドルになることがわかります。詳細を見ると読み込み時に 4.28 ドルかかっていますが、維持すべきインデックスがないので追加の費用は発生しません。つまり、このケースにおいてはスキャンはコスト面で有利と言えるかと思います。先ほどの試算結果をまとめるとこのようになります。多くの方がスキャン操作は悪と考えて避けがちですが、実は素晴らしい方法になります。データの一括取得ができ、マルチスレッディングやフィルタリングなどの機能を使えば高速に処理することもできます。ただし、読み取った全データ分の料金を支払う必要がある点は忘れないでください。いかがでしたでしょうか。このように DynamoDB のテーブルとアクセスパターンを設計する際は、データの流量を常に考慮する必要があります。スキャンは決して避けるべきものではなくて、適切なタイミングでご活用いただければと思います。本日ご紹介した内容が最適な DynamoDB 利用につながればと嬉しく思います。以上となります。ありがとうございました。